はい、こんばんは、イトチャンネルです、えー。3月3日から4日になったとこですかね。皆さん、いかがお過ごしでしょうかお雛様の日だったんですけれども。 まあ、女の子いる家庭はね、ひな人形を飾ったり、なんていうこともやってんのかなえー、最近やってないんですかね最近そういう季節柄のイベントってね、だん,だん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 薄れていく感じなんですけど、3月3日のね、女の子の日よりもね、4月4日のね、えー、何て言うか、お釜まの節句みたいなのがあるんですけどね。そっちの方がね、なんかテンション上がりそうだね。女だななんて思ってますけどね。僕からするとですけどね。で、僕ね、先日から先日、あの、吉野屋さんで、 あの、牛すき鍋、えーね、すき焼き食べたいなと思って、牛すき鍋禅みたいなのをね、頼んで食べ、食べたいなと思ってね、注文したんですよ。で、注文すると、まあ、厨房ので作るじゃないですか。で、作ってて、あ、あれかなみたいな、俺のやつあれかなみたいな感じで察するじゃないですか、厨房を見てたらさ、やっぱりその、あ、あれ、まぁ、あ、そろそろ届くかななんて思ってね。 うん、あ,あれ、いよいよ運んできたな。僕の、僕のとこ来るのか、僕のところ来るのか、なんて思ったら、僕の前通り過ぎてね。で、その奥にいたね、なんかね、ちょっとハゲたね、歯のないおじいちゃんとこ行ったんですよ。うん。 ね、歯ないのにあれなんだ、すき焼き食べるんだ、なんて思いながらね。まあ、まあ、歯茎きで食べるんだろうな、なんて思ってね。<laughs> 見てたんですけど。で、おじいちゃんもね、牛すき鍋届いて、なんか箸取ってね、えー、食べようとしてんな、なんて思ったら、で、店員さんからね、突然ね、おじいちゃんとこへ駆け寄って、すいません、間違えました、って言ってね。すいません、間違えました、ごめんなさい、って言って、ね、そのおじいちゃんから、そのすき焼きを取り上げて、えー、それをね、僕んとこ持ってきたんですよ。<laughs> <laughs> ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって思って、おじいちゃん経由からの、あの、僕のところっていうの、ちょっとね、 ちょっとなんか、うんってなったなっていうね。いや、多分手、口はつけてないよ、口はつけてないんですけれども、ちょっとやっぱり、ね、おじいちゃん経由からの僕のところに来るっていうのはね、えー、ちょっとなんか、いい気持ちはしないなうなって思ってね、微妙な気持ちでね、まあ食べようかなんて思ってね、えー、食べてたんですけれども、まあ結構ね、やっぱり牛好き鍋美味しいななんて思って、で、おじいちゃんね、おじいちゃん結局その後ね、注文何来るのかななんていうの、ちょっと気になるじゃないですか。えー、牛、まあ同じ牛好き鍋頼んだのかななんて思ってね、 おじいちゃんの方ね、あ、注文いったーなんて思ってパッと見たらね、何食べてたかっていうとね、えー、カレー食べてましたね。<laughs> 全然違うもんじゃねえかよってって、なんで全然違うもんなのに、これ違うよって言わずに牛好き鍋食べようとしてたのかななんてね、えー、ちょっとね、えー、心の中で突っ込みを入れた、えー、そんな感じのね、もう考えてないんでしょうかね、そこら辺はね、なんてね、えー、思いましたっていうね、えー、そういうエピソードがあったの。やっぱりね、あのー、おっさん経由からのね、僕のところっていう、 ちょっとね、えー、あまりいい気しないなと思うんで、えー、今後ね吉野さん気をつけていただければなな <laughs> んて思います。 はい。で、今日はね、何をするかというと、こちらの RG35XX なんですけれども、えー、こちらのね、カスタムファームウェアをね、入れていきたいなと思ってます。で、今リリースされてるのが、ガーリック OS っていうね、えー、OS を入れるんですけれども、まあ、それを入れることによって何ができるかというと、まあ、以前もね、ちょっと別の動画で話ししたんですけれども、レトロ味がね、 使えるようになります。レトロ8がね、アンロックされますので、えー、まあ、レベル1から2にね、えー、切り替わる、みたいな感じでね、より多くのゲームが遊べるようになるということで、まあ、今日はね、こちらのガーリック OS カスタムファームウェアのね、導入の仕方をやっていこうかな、なんて思っております。じゃあね、早速、やっていきたいと思います。 はい。じゃあね、早速、えー、ガーリック OS の方ね。えー、まずファームウェアのね、ダウンロードから始まります。まあ、いつも通りなんですけれども。で、ここにね、今、ガーリック OS のね、えー、ホームページに来ております。で、RG3535XX、ガーリック。 OS ってなっててなます、ね、で、これがね、見ていくと、えー、っとですね、2022年の12月31日にリリースされてるんですけれども、で、ここからね、下はね、更新履歴がガーって書いてあって、 めちゃめちゃ更新されてるんですよねで。2月の28日、もしくはね、3月2日に、最近も更新されたばっかりなんで、まあ、少しずつ少しずつ、えー、更新されてるといった感じでね、更新履歴がガーって下に書いてあります。何やが使えるようになりましたとかね、何やが良くなりました、みたいな感じがガーってすごい頻度で更新されてるんで、えー、なんかね、すごく良くなってきそうな感じがします。で、現段階でね、えー、どうやってやるかっていうとね、2つファイルをね、ダウンロードしなきゃいけない。 まあ下のにガーッと行くんでですすけどここですねえこっち右側がねえファームウェアになってて左側がねえこちらが更新プログラムになってますのでまずはねこっちの方クリックしてダウンロードしてあげてくださいでまあ最新版のねこれもちょっと導入の仕方をやりますのでこっちもねどっちもダウンロードしていただければななんと思います。まずはねこっち側を使いますのでえこっちのファイルをダウンロードしていただければななんて思います。 はい。えー、引き続きね、パソコンの画面なんですけれども、ダウンロードするとね、こういう感じで、RG35XX マイクロ SD、えー、イメージっていうね、えー、ファイル名ダウンロードしたかなと思います。で、これダウンロードフォルダーから持ってきて、今ね、これディスクトップに置いてあるんですけど、まあ、これ分かりやすくするために置いてあるだけなんで、まあ、これね、ダブルクリックしてあげてください。重要なのはこの中身ですね。この中身が、えー、っとですね、 えガーリック OS っていうね、え .img っていうね、これ。これをね、どっかディスクトップかなんかに入れて、えー、いただければ、回答していただければなと思います。注意書きみたいなのもね、入ってるんで、まあ、読んどくといいと思います。読まなくてもいいです。はい、SD カードのサイズね、えー、4ギガ以上使ってくださいとかね、そんな話の情報が書いてありますんでね。 え、ま、書き込んでください、みたいな。あと、書き込んだ後、容量をね、ちょっとね、え、ジーシックジーニアスクラなんかでね、拡張してあげてください、みたいなこと書いてありますんで、読んでおいてください。じゃあね、このガーリック OS のね、ガーリックイメージをね、回答して、こいつをね、ブランエッチャーっていうね、ソフトで書き込みますんで、次のステップいきたいと思います。 はい。で、その前にね、ちょっとあのー、ディスクジーニアスで SD カード。今ね、今回僕1 2 8ギガのね、えー、ディスクカードを。 sd カードを使おうとしてるんですけれども、ここでね、あの、フォーマットがね、FAT32 にしてあげてください。ここね、ファイル形式 FAT32 ってなってますんで、で、これディスクジーニアス上でもね、FAT32 にすることができます。ちょっとね、映ってないんですけど、右、え、上、ー、にね、現代のパーティションをフォーマットするってボタンがありますんで、えー、そいつをね、えー、クリックしてあげると、えー、こんな感じの画面が出てきて、えー、フォーマット形式ね、いろいろ選べますんで、FAT32 って選んであげて、フォーマットって押してあげるとフォーマットが開始されますんで、 で、えー、フォーマットしてあげてくださいこれでファ a t 3 2のねフォーマットがディスクジーニアス上でもできますので、えー、ぜひやってみてくださいでこれが出来上がったら今度ねあのイメージファイルを、えー、ブランエッチャーで書き込むといった感じになります今はねもうフォーマットしてあるんで、えー、128GB の SD カードがそこからかんのね何も書かれてない状態といったところで、えー、やっていきます はい。じゃあね、今度はブランエッチャーの画面になります。これをイメージファイルを書き込むソフトになります。これもね、概要欄にリンクつけておきますので、インストールしてあげてください。まあ、今更っていう感じですかね。はい。で、ここでね、フラッシュを、あの、ファイルをね、選択してあげてください。えー、ガーリックですね。はい。ガーリックを選択してあげて、えー、ここにね、どこに書き込むかっていうので、もうね、1 2 8が選択されてますけれども、 えー、チェンジっていうこともできますんで、えー、まあ、今回はね、128GB の SD カードに、ね、セレクトとしてあげて、あとはフラッシュってやると、えー、書き込みが開始されます。イメージファイルはね、もう何度もお話ししてるんですけども、えー、SD カードの中身のね、えー、間取りを、えー、決めたイメージになりますんで、えー、どこに何があるか、どこに何を送るかっていうのを SD カードに書き込むといった感じです。これいつも言ってるんですけどね、あのー、スカルカの、えー、ところに、まあどこにトイレ 置くかとかどこに、えー、キッチンを置くかどこにね、えー、お風呂を置くかみたいな感じのねあの間取りのイメージをね SD カードに書き込むという作業になりますはいこれで、えー、フラッシュとやると、えー、書き込みが始まりますはいじゃあ書き込んでいきますはい、えー、書き込みがね終わりましたで一回 SD カード抜いてあげてまた入れてあげるとね SD カードを読み込みますんででそうすると SD カードがねこ,れここなんですよ領域としてね え、で、e ドライブがシステムになってます。で、まあ、プログラムの更新とかね、ここの e をね、書き換えてやるんですけれども、あとそれ以外にね、見えない領域、fd, fg か。うん。これも、ここの領域がね、全部システムになってます。で、h ですね。ここの h の領域が、これ ROM を入れる領域になってて、ダブルクリックすると、 えー、ここにね、えー、BIOS ってところがあるんで、えー、ここにね、BIOS データを入れてあげてください。あと、ROMs っていうね、フォルダーがあるんで、ここがね、いつも通りコンソールごとにね、えー、並んでますので、ここにね、ゲームソフトのデータを入れてあげると、いった感じのね、作りの構成になっておりますんで、えー、まあこんな感じかなと思います、えー。これがね、ファイル構成となっております。で、この後ね、えー、ディスクジーニアスまた起動させて、えー、実はね、あの、128GB S D カードなのに全然ね3.15 G B の容量で空き容量がね2 G B しかないみたいな感じになっちゃってるんですよね H d ドライブがねここの領域をね拡張してあげる必要がありますんでえそのやり方を今までやっていきます。 はい、えー。ディスクジーニアスまた起動しました。で、これを見ていくとね、この 128GB の SD カードの中身がね、顕著にわかるようになるんですけど、EFG、ここがさっきも言った通り、えー、システムの領域になります。で、一番下の H、ここがね、えー、ロムデータを入れるところになるんですけども、さっき 3GB ぐらいしかなくて、えー、残りのね、115GB がね、暇っていう状態になってますんで、全く使われてない状態になってますんで、こいつをね、アクティブにしてあげる必要があります。 で、どうやってやるかというと、右クリックを押してあげて、えー、ここですね、パーティションサイズを調整するってところがありますんで、こいつを調整していくと、こんな感じになりますんで、で、こいつをね、えー、今、ここが、ここがアクティブになっててこ、ここアイドルのままっていうことで、使われてない領域になっちゃってるんで、こいつをね、ぐるぐるぐるっとね、広げてあげてください。よいしょ、ちょっと、こうですね、ここ左右でだって、ガーッとドラッグでね、 こうやって、アイドルのままがね少しずつ開いていっていきますんで、これで使える状態になりますんで、えっとですね、スタートといった感じですね。スタートしてあげてください。そうすると、確認なんですけど、これやると中のデータ消えちゃうかもよ、みたいな話で入って、まあとりあえずいいです。はい、こんな感じでね、やってあげてください。こうするとね、今ね、調整しているといった感じになりますんで、はい、ちょっと時間かかるかな。 まあ128ギガ耕してますからね平平方やってね、えー、今ね使える状態にしてくれてますので今ねちょっとやっておりますあこれで終わりましたねこれで完成で終わりですはいこれでね、えー、ここが使える状態になってますんでね、えー、100だいたい118ギガ使える状態になっておりますあともうロムの入れ放題といった感じですはいじゃあ続いてね、えー、更新ファイルの方のお話になります、えー、ダウンロードしたのがこっちかなコピー コピーペーストオントップオブストックって書いてある。これダウンダブルクリックすると、こんな感じのね、ちょっとブレブレしてますね、なりますんで、こっちのね、ここですね、ミスコっていう名前のやつ、これですね、これをダブルクリックしてあげると、こんな感じでね、なってますね。ほぼね、トップのね、さっきの、ここね、ここと、 プログラムファイル入ってるとところとファイル構成一緒になってますんで、こいつをね、コピーでえーしてあげてください。で、え、ド,ドラッグでいいです。ドラッグで入れてあげてください。そうするとね、これで更新完了になりますんで、で、一番下のやつだけ、これ、ごめん、ごめん、ごめんがあるんですよね、これね。ごめがあるんで、これだけちょっとね、注意してほしいのが、一回ね、これね、消してから入れた方がいいんですよね。ここまではね、ドバッと入るんですけど、 これ,ね、これでちょっと入れれてみますねこれはね、上書きで、ファイル上書きでいけるんですけど、で、それ以外のこれだけ、これね、これだけね、ゴメ側のファイルあるんで、これはね、一回消して、ゴミ箱に入れて、入れての、よいしょ、入ってやってからの、こっち入れてあげないと入らないです、これをね。 はい、こんな感じで入れ替わりましたんで、はい、これで、えー、OK です。これで更新されましたので、あとね、ロブファイルと、えー、BIOS ファイルね、入れていただければ使えるようになりますんで、流し込んでいただければなと思います。 はい、じゃあね、本体の方に戻ります。これでやっとガーリック OS 導入のね、準備が完了といった感じです。ここにね、さっき、えー、ガーリ l i c OS 書き込んだ SD カードを挿しております。で、さらにね、えー、BIOS のフォルダに BIOS を入れて、えー、コンソールごとになってたらね、ROM のフォルダーのとこに ROM データを入れているといった感じです。もうシンプルですね、すごくね。で、あとはもうここで電源ボタン入れましょう。そうするとね、ガーリックって文字がね、立ち上がるようになってます。 あ、来ましたね。ガーリック OS ということでね。えー、ガーリックのマークがついてますね。かっこいいですね。っていう感じでね、もう一瞬で立ち上がります。はい。で、まあ、リセント、これ途中でね、あの、なんか一回やめたやつを途中でデ,データからやり出すときはこれですね。で、まあ今ないんですけどね。はい、ないですね。で、フェイバリットね、えー。いっぱいゲームね、多分入れると思いますんで、ここでコンソールごとにね、ゲームボーイ、メガドライブ、 えー、ネオジオスーパーファミコンと。この中からね、自分の好きなのをフェイバリットとして、ね、登録しておけば、すぐに起動できますよっていうような感じですね。で、あとはあ、新たにね、追加されたのがレトロアーチですね。で、こいつを起動するとこんな感じでね、えー、レトロアーチの画面になりますんで、えー、コンテンツをロードしてね、まあどっからでもいいんですけど、 で、あと本体の SD カードの中読み込むとき、MNT の中の MMC っていうところをね、やって、ROM っていうところがあるんで、ここからね、コンソールごとになってますんで、ここから目的のデータ出して、エミュレーター選択してあげれば起動といった感じになるかなーなんて思いますんでね、ぜひね、遊んでみてはいかがかなと思います。メガ CD とね、PC エンジンのね、CD r o m が動くようになってますんでね、レトロアージが入ってれば。まあ他にも色々ね、たくさんエミュレーター入ってますんでね、遊んでいただければなと思います。 じゃあね、何本か動かしていきたいと思います。はいじゃあまずね、1本目、PC エンジン CD からね、R タイプコンプリート CD ですね。これも何回もね、遊んでるんで、まぁ、あ、ちゃんと動くよっていうのをちょっと見ていただければなと思います。かっこいいね、R タイプね。オープニングがね、しっかりあるんだよね、R タイプコンプリート CD 版はね。お、かっこいい。お、来てますね。おっさんですね、思ったよりね。<laughs> 思ってた以上におっさんが乗ってるっていうね、感じですね。 あ,あ、いいですね。UFO キャッチャーですね、これね。UFO キャッチャーで出発でする。おっさんとね、おっさんとお姉さんが乗ってますね。金髪のね、パツキンのお姉さんが乗ってますけれども、ね。こういうね、デモンもね、ちょっとしっかり見るのも、あ、いいですね。p c エンジンらしくて。はい、来ましたね。はい、飛びました。めちゃめちゃ星いっぱいありますね。はい、じゃあ行きます。いいですね。 音声がね、すごくいいんですよね。R タイプになるけどね。で、ため攻撃も相変わらずあると。いった感じで、ちょっと慎重にね、行きたいなあなと思いますけど。い危ねぇ危ねぇ危ねぇちょっとね、一面のボスまで行ければ最高なんですけどね。ノーミスで行きたい。気持ちね。気持ちね。これつけ、つけちゃえばこっちもんですね。これ強けいですよこいつ。 よし、倒した。いいですね。いい感じ。ちょっとカメラを意識しながら。危ない、危ない、危ない。後ろからね、やられたりするんでね。後ろからね。後ろの敵注意した方がいいですね。よし、ドドドドっとね。いいですね。いい感じ。よしよしよし。やっぱね、サウンドがいいですよね。この R-Type CD はね。前もやったんですけどね。よし。 いけるかなこれでちょっとレーザーが、ビビビとね、だいぶ楽になって、ちょっと傾いてますね、コントローラー。これでだいぶね、楽になって、よ、うん、し、いきましたね。いきましたね。よ、うん、し、よ、うん、し、よ、うん、し。いいですね。これかなり楽。よ、うん、し。いいですね。これもかなりいいですね。このまた気持ち悪いね、ボス戦がね。ボスまでいけるかな <laughs> 結構ギリギリかな？<laughs> よし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 ,よしいいですね。おー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 おいおいあ危ないあやられちゃいましたね。<laughs> はい、こんな感じでね。しっかりね。遊べるかなと思います。pc 2 cd ぐらいやったらね。カスタムファミームウェア入れてね。やっと遊べるようになるかなといった感じかなりね、えー、適当なプレイになってますけどね。こうね。はい、こんな感じで動きます。いい感じですね。 はい、じゃあ続きまして、プレイステーションのね、えー、ランマ2分の1です。えー、ストリームのちょっと長そうなんで、バトルモードでいきたいと思います。サクッとね、えー、どんな感じのゲームかなっていうのでね。えー、ランマとかね、アカネとか、えー、八方体、クノ君とかね、リョウガ君とかね。えー、まあ、おなじみのキャラがね、いっぱいいますね。うん。な、誰だろうね、これ。<laughs> く、くもんくんですね。誰やねん。<laughs> っていうのもいますまあ、ランバー使います。はい。あ、シャンプーですね。シャンプーかわいいですね。敵キャラがね。シャンプー一番かわいい。うん。いいキャラですよ、もうね。こんな女の子に言い寄られてるっていうね、感じなんですよね。こんな感じで。まあ、こんな感じ、ちょっとね、難易度高いね、格ゲーになってます。 波動拳、波動拳みたいな。波動拳みたいな。波動拳もね、隙がでかいですよね。<laughs> めちゃめちゃ隙がでかいですね。めちゃめちゃ隙がでかいですね。お、なんか、な,なんだろう。あ、猫に変身しましたね。<laughs> 変身するんですよね。変身機能があるっていうね。変わったゲームでか逆に倒しにくいっていうね。猫に暴力とかね。 あな,なんかすごいやりづらい <laughs> 倒しましたかね一緒ですねうわこれ倒しに行くい冗談当たんない冗談当たんないこ <laughs> <laughs> っちも変身したいけど変身のボタンがよくわかんないっていうね シーンがあるみたいですね。なんかね、場所によってね。場所なのかよくわかんないですけど。倒しましたね。とりあえずね。超使いづらいっていうかね。超戦いにくいかったですね、猫ね。こんな感じでね、もう一試合ぐらいあるかなもう一試合。八方えもちっちゃいからね。八方で水かぶっても何にも起きないですね、このキャラはね。ただのじじいですよね。<laughs> ちっちゃいじじいですよ。これも倒しにくい。 おぉ。うわぁ、これ倒しに行くいですね。よし、こんな感じでちゃんとね、動きますね、これもね。まあ、このゲーム遊ぶ人どれぐらいいるんだって話なんですけどね。<laughs> 全然当たんないですね。あ、編集しましたね。女ランマになりましたね。こっちが女ランマに。あ、来ましたね。林原のさんしだけどね。 ああ、やられちゃった。ああ、惜しかったですね。ああ、もうわけわかんないですね。まあ、この変身機能がちょっと面白いゲームですよね。このゲームの。当たんねえ。ちっちゃくて当たんね技出ねえ。血 <laughs> 気強いですね。 はい。こんな感じでね、なかなか難易度の高い家ですけど、しっかりね、動くかなと思います。はい。という感じですね。 はい。ということで、本日は RGXX にガーリック OS カスタムファミュリアですね。入れてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、CG 系がね、結構かなり快適に遊べるようになるかなと思いますので、えー、ぜひともね、えー、持ってる方がいましたら、えー、導入、検討してみてはいかがかなと思います。とはいうもののね、結局このね、RGXX はね、 あれなんですよね。この、今ね、出してるんですけど、ゲームボーイとかね、スーパーファミコンとかにね、一番最適なものかななんて思います。ゲームボーイとかね、ほら、今ね、見てると、すごい鮮明にね、映ってて、えー、なんかね、テンション上がりますよね。ゲームボーイ用かななんて思いますけどね、えー、ゲームボーイ専用機としてね、一台、えー、持っとくのもありなんじゃないかななんて思います。えー、ぜひともね、えー、まあ、ガリコエース入れるともっとね、えー、動くかなとは思いますけれども、まあ別に入れなくても動く かなとこういうゲームボーイとかね、えー、スーパーファミコンとかであれば全然遊べますんでね是非、えー、そっちメインの方は、ね、別に入れる必要ないかなと思います CG の方ね是非遊びたいっていうんだったら、えーね、入れてみるのもいいかなと思います はい、えー、いつもの告知になるんですけれども、こちらの RGXX なんですけれども、バングットさんで購入することができます。えー、概要欄にね、リンクつけときます。えー、ぜひね、興味持った方、えー、購入検討してみてください。えー、なかなかね、いい機種だと思います。あのー、ゲームボーイ風でね、えー、ゲームボーイに一番近いんじゃないかなっていうね、デザインしてますんで、ぜひね、ゲームボーイ専用機で遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。 ま、当時のね、思い出とかいっぱいあると思いますんでね、思い出補正をね、かけながら、え遊んでみるのが一番いいかななんて思います。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。え今日の動画ね、役に立ったって方いましたら、グッドボタン押していただけると嬉しいです。あと、まだまだね、何か色々やりますんでね、チャンネル登録していただけると嬉しいかなと思います。え動作検証とかやってきますんで、えぜひともね、リクエストある方、えコメント欄にいただけると嬉しいです。今日はね、トロン2個分リクエストがあったんで動かしました。 けれどもね、えー、ガリコエースでもちゃんと動いたかなと思います。はい、ということでね。今日はこんな感じで終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。